トサンバ始まりました。今回のカトサンバはですね、ここ、茨城県の鉾田市やってきております。こう見る限りですね、なんかサトウキビ畑みたいな、なんか背の高い、草むらがありますけど、ここは沖縄なんかここは沖縄なんか、さあ行きましょうかね。大自然ですよ。はい、鉾田市はですね、この笑い芸人雷っていうね、笑いコンビが有名ですけど、他にもね、このメロンが有名で、茨城キング、茨城県のオリジナルの品種だけど、クインシーとか有名ですね。アンデス、キスミーとか、ロマンチックですよね、キスミーとか。美味しそう。僕ちょっとメロン喉痒くなるんですけど、食べたいな。はい、サングリア朝日到着しました。ここ鉾田市はですね、やっぱり農業王国ということで、やっぱね、見てください、トイレもメロンですよそして、直売所なんですけど、もう早くも4月ですよ、スイカが売っております。早くない？めっちゃ早いよ。はい、大竹海岸、広田海水浴場やってまいりました。ここはですね、もう少しかな、4月の終わり頃になんかハマグリを放流してね、なんか潮干狩りをやるとか、あとは夏は海水浴場として、いろんな人に賑わったりとか、あとサーフィンね、サーファーの人が今いますけど、サーフィンスポットとしてもいろんなね、用途がありますね。はい、鹿島灘海浜公園に到着しましたけど、ここはですね、鹿島って、つくけど、鉾田です。はい、まだでね、下にね、1キロ、ウッドデッキが続く遊歩道があって、ボードウォークっていうらしいんですけど、ちょっと多分あそこら辺にあるんですけど、ここ見晴らしいんでここで撮ってます。めちゃくちゃいいね、景色が。はい、ということで鉾田市散歩させていただきました。やっぱり鉾田はね、農産物が豊かですね。メロンやスイカや、タケノコとかもありましたね。道の駅も、はい、自然いっぱいの景色もいいし、最高でした。ありがとうございました。